はい、どうもこんにちは、しのぐです。いや、長らくかかってしまって、ちょっと大変だったんですけど、いよいよですね、今回はアメリカのですね、ティア7巡洋艦のボルチモアですね、使っていきたいと思います。まあ、ボルチモアはですね、アメリカの巡洋艦ルートの最後の巡洋艦と現状ね、レジェンズではなっています。で、主砲のね、門数自体はですね、前級のニューオーリンズと変わらず。で、今回はですね、自分は艦長にですね、ノーマン・スコットをね、搭載して、AP 弾のね、さらなる貫通力を上げています。で、ここからですね、いよいよ、この十字キー右のね、ところを見てもらえばわかるんですが、アメリカの巡洋艦はですね、警戒レーダーをですね、搭載しています。これによってですね、9キロ圏内のですね、敵を強制的にですね、捕捉することができます。まあ、30秒間ですね、捕捉することができるので、ボルチモアのですね、速射力でしたら、まあ、まあ、3射程ぐらいですか、できるので、非常にですね、駆逐艦とかの処理がやりやすくなっていますね。まあ、なのでね、前方の駆逐艦に随伴して、敵の駆逐艦をね、排除していくと。まあ、今回、駆逐艦が多いマッチングになっているので、まあ、ボルチモアとしてはですね、かなり活躍しやすい感じですね。まあ、同格のね、モガミと比較すると、やっぱりどうしてもね、火災発生率が低くなってしまっているので、火力自体はですね、モガミの方が高いですが、てか火災発生率的にね、戦艦に対しての火力を出しやすいですが、このボルチモアはですね、リロードが、まあ、見ての通りですね、10秒程度となっているので、非常にですね、速射力が高いです。10.2秒かな。まあ、ただね、弾道自体がですね、割と高めの弾道になってしまっているので、遠距離のですね、駆逐艦を狙っていくのはちょっと難しいんですが、まあ、しっかりね、それの偏差に慣れていければ、10キロ圏内でしたらね、しっかり当てていけるかなと思います。ただね、この影は難しいぞ。ここはね、ちょっとしっかり当てていきたい。まあ、カゲロウはね、比較的機動性は悪いので、大型ですし。まあ、しっかり当てていけたらいいんですけどね。まあ、この偏差についてはね、もうちょっとね、慣れが、しっかりね、慣らしていく必要はありますね。かなりね、弾道が高めなので、遠距離はね、かなり山なりの弾道になってしまっています。まあ、ただね、最上よりもやっぱり駆逐艦狩りがね、速射力もありますから、やりやすいです。装甲もね、最上よりいい感じになっているので、まあ、駆逐艦の処理がやりやすい分ですね、ダメージが出せないんですが、火力はですね、てか、まあ勝率ですかね、勝ちにつながりやすい、動きができますね。このように煙幕にとどまって、敵の駆逐艦をね、ひたすら処理していくっていうね、立ち回りもできますし、まあ、結構ね、その点が、まあ、自分のね、ボルチモアがお気に入りな点ですね。まあ、駆逐艦の処理がですね、最も巡洋艦にとって大切なので、まあ、この速射力と、で、あとこの3連装砲塔ですか。そういった特性も相まってですね、割と使いやすい。で、このようにね、視界から消えてしまった敵は、レーダーを使用することで発見することができます。なのでね、駆逐艦にとどめを刺すときもいいですし、発見することもですね、できますから、非常にね、有効な兵装っていうか、消耗品になってます。これはね、日本巡洋艦にはないので、非常にね、使いやすいかなと思います。で、まあ別にね、対戦艦に関しては確かにね、いまいちですが、まあそれでもですね、AP 弾はですね、非常に強力となっているので、鉄鋼弾をね、装填しておけば、巡洋艦戦艦にですね、大ダメージ出していくことはできます。まあ、自分でノーマン・スコットで、火力はね、さらに強化されているので、貫通力はね、強化されているので、まあ、同格のね、戦艦に対しても有効度は出せますし、ましてね、このコロラドとか、あとはなんだろう、クイーン・エリザベスとかですかね、かなり貫通弾が出せるのは、かなりですね、低大ダメージは出していくことができます。まあ、このようにね、駆逐艦の処理はやっぱ最優先で、ボルチモアね、やっていきたいですね。まあ、偏差は本当ね、難しいかなと思う人も多いんですが、まあ、このレーダーとね、この速射力組み合わせるとですね、圧倒的に駆逐艦処理をやりやすいですね。日本巡洋艦よりもね、全然駆逐艦はね、倒しやすいかなと思います。ちょっとね、戦艦が正面にいるので、この島陰にちょっと居座りたいんですが、ここはね、最上もいますから、ちょっと鉄鋼弾の威力をね、試していきたいなと思います。先にね、じゃあコロラドを狙っていきますか。
さあコロラドに対して AP 弾がねどの程度、まあ、あの主にね、腹の部分の装甲体を狙うよりも砲塔の下ですね、砲の、下部分ぐらいの装甲を狙っていくといいんですけど、あーでも結構抜けました、2枚抜いた、うん、戦艦に対してもですね防角貫通できるので、この AP 弾の貫通力は結構えぐいですね。で最上に対しても当然ですね、まあ、このように余裕でね貫通させていくことができます。なのでね、まあ、対巡洋艦、対駆逐艦、対戦艦、どれも取ってもですね、攻撃力はかなり高いので、うん、かなりですね、自分はお気に入りの巡洋艦ですね。まあ、最上がですね、中遠距離からの HE 弾メインでのね、戦い方となるのをね、紹介したと思うんですけど、ちょっとここはですね、味方に陣地占領してもらって、自分はね、拠点防衛ですかね、やるべきことは。ちょっとね、形勢はそんなには良くないので、普通にね、味方の駆逐艦に占領してもらって、その間に自分が敵の部隊をまあ妨害できればいいかなといった感じですけど。HE のね、発火率はまあ正直良くないですね。最上と比較すると全然燃えないですね。これ最上の魚雷か、さっき言ってた。まあ、ただね、連射速度が速いので、まあ、最上の 1.3 倍ぐらいですか、 1.3 倍ぐらいか、あーちょっと違うか、まあ、最上よりね連射速度はあるので、その分ですね、まあ、燃やしやすいといった印象はありますが、まあ、このようにですね相手のボルチモアとのまあ対決になりつつキングジョージを攻撃していくといった感じなんですが、まあ、やはりですねボルチモアはですねこの 3×3 の砲塔になっていますから、自分のね真横は、隠しながら、艦は縦にしながら敵のねボルチモアと打ち合っていくというのがね、これアイワにも続く戦い方となると思いますが、まあ、基本のね戦い方になるかなと思います。なんでねこの姿勢同士になったら、まあ、HE がねやっぱ有効かなと思いますね。さあちょっと自分はもう長くなさそうなんですが、どこまで持つか。これはもう言っていいですかね。これはこれラムアタックでいいでしょ、体当たりで。まあ、これでボルチモアと相殺すれば、まあほぼ勝ちでしょう。いいですかねこれ。まあまあまあこれはいい感じで、いい投下交換っていうかいい交換だったんじゃないかなと思いますけど。あーでも本当はね拠点を占領してくれてた方がまあ安定して勝ちはあったんですけど、まあ全然別にこれでもいいですかね。まあちょっと様子を見ま、あーでもちょっとベンソン君、それはそれキングジョージに7キロん5キロ圏内か、5キロ圏内での砲戦は、あちなみにこの空からの視点は、やられた後三角ボタンで案の定やられてるやんけ。どうすんのこれ。やばくない？残り2隻。あ、でも、味方のキングジョージで全然体力残ってましたね。駆逐艦が当たり前のように戦艦に砲撃戦を仕掛けていくのは、さすがにリスキーすぎるのではないかと。で、この駆逐艦も結構危ないぞ。魚雷も外れそうなコースだし。あ、でもなぜか AP 弾、ここで。これは一体どういうことなの？魚雷を撃ったけど、当然魚雷を、あ、でも魚雷がこれ直撃、ここで急に速度落としたけど、魚雷直撃コースか。あ、違う、魚雷を読んでの減速か、これ。魚雷1本で済んじゃいそうですね。ブリスカですね、ブリスカ。ポーランド駆逐艦の。いやー、なぜか連続で AP 弾。混迷を極めてるな、この戦いは。連続 AP。ここね、HE 装填してもよかったと思うんですけど。まあ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 、いいでしょう。あんまね、味方に、てか、人のこと言っても。まあ、というわけでね、まあ、今回はボルチモアでしたね。まあ、正直自分、PC 版で、ボルチモアね、かなりお気に入りの艦で、まあ、結構使ってたんですけど、まあ、相変わらずのね、性能で安心しましたね。うん、非常にね、強力な従順洋艦となっているので、
まあ対巡洋艦、対巡洋艦、対戦艦、ん？対巡洋艦、駆逐艦、戦艦、どれもですね、やっていける、性能だったことはね、まあ今のね、戦いで分かったかなと、分かっていただけたかなと思います。まあね、ボルチマ目指してる人いたらね、ぜひ、ボルチマね、頑張って購入していただけたらなと思いますね。それではね、今回は、ボルチマでした。ご視聴ありがとうございました。